今回は高坂こちらじゃーんということでねこちらまあ某ね100円ショップの、えー、商品でございますけどもこれすごいね昔はやっぱりホームセンターに行って、えー、キットっていうとね500円とか1000円とかしましたけども今ね100円でこれもう全部セット入ってるんですよでね、えー、とこのもう切ってある木とそれから紙やすりと。 あとはですね、木工用接着剤と、まあ画材やシールなどということで、まあね、あの、これは、まあこれは結構意外と原価すんじゃねえかなというところで、せっかくなんでね、えー、これと一緒になんかこういうね、絵の具とかも買ってね、みたいな、えー、キットなんでございますけども、えー、これはですね、ポスト型貯金箱を作ろうということで、えー、断る ちょっとね、えー、開けたわけなんですけども本来の用途以外に使用しないでくださいって書いてあるんで良、えー、い子は真似しないでくださいねでパーツがですねこちらえー、とまあ,あの多分これ前のところですねここ穴,穴がもう開いてるんですねいいですねでそれから背面部分とあとはこれが両サイドかなでこれが上下になるんですけどもそのうちのね 一つが、えっ、ー、と、足の土台になると思うので、これをですね、ちょっとヤスリ掛けをしていきます。で、あとは下のね、四角いところですね。で、これが土台になるので、これをですね、えー、黒いスプレーでですね、塗りつぶしたいと思います。ということでですね、ちょっとムラができちゃいましたけども、えー、こちらですね、えー、下のね、台を黒く塗りました。で、えっ、ー、とね、説明書だと、えー、木工用ボンドですね、木工用接着剤を 使ってですね貼ってくださいってなってるんですけども、えー、大人なので断ります <laughs>、えー、組み合わせ方はこういう感じですかねこうなってここに、えー、こういう感じですかねでつけていきたいと思います、えー、ホットボンドでねつけます <laughs> はいといととうことでね本体部分できました。本来はね、ここ上、閉じては、ね、いけないんですけどねあの、お金取り出せるように、ここはね、開けたままにするんですけど、まあ、今回ね、オブジェなんでそのまま使っちゃいます。えー、それでですね、ちょっとホットボンドの厚さっていうのもあるんですけども、普通に組み立てても、ちょっとずれが出てますね。こういう感じで隙間とかも結構あるんで、ただね、あの宿題として提出するときは、大人の人がね、親とかがあの代わりにやっちゃって、 あの、やってあげた場合でも、こうやって少し隙間とかあった方が、あのー、子供作った感があっていいですね。つ <laughs> って、えー、ごまかしてしてね。で、あとは、ここの土台ですね。土台も、でこの土台にね、これが、えー、ドーンって乗るわけなんですけども、これを、えー、くるっと返すと、あれに見えてきたよ。じゃん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 ということで、えー、こういう感じですね。パソコンで、 えー、シールをね、ちょっとデザインしてみました。これ裏側ですね。えー、これを印刷します。えー、印刷するとね、こういう感じです。これを切って、こういう感じでね、貼り付けていきます。ちなみに、任ンテンドーカネボーイって書いてます。ロゴのね、パッと見の、んっていう感じを、えー、狙って C にしました。で、あと M じゃなくて N ね。えー、これだとなんか、杖っていう意味になるらしいですね。はい、えー、じゃあね、切っていきます。 はい。ということで、シールを切ってですね、こちらに、ね、貼り付けました。まあ、こういう感じかな。えー、ちょっとね、やっぱり元々の、ここのね、箱を作るときに、ちょっとあまりにもいい加減に作りすぎて、えー、ちょっとね、あの、曲がったり、えー、ちょっと接続部が怪しいところはありますけども、まあ、パッと見は、えー、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。でそしたらですね、土台ですね、土台をつけていくんですけども、ここシールなので、ちょっとね、 そこの部分だけ、えー、カッターでね剥がしたいと思いますということでねこうやって削りました、えー、ここにホットボンドをニューッとはいよいしょディン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 ,ディンはいできましたということでね昔ゲームショップによく置いてあった、えー、携帯ゲーム機のでかいやつ が完成しましまたのミニチュアですね、えー、こういう感じですね。横は、ちょっとあれですね。やっぱりここはホットボンド漏れたところとか目立っちゃいますね、えー。裏はこういう感じですね。ててててててとうこういう感じですね。昔はね、ここにね新作のゲームの画面が映っててですね、ああ、欲しいなぁなんて思ったものでございますけども、えー、元はね、これね。<laughs> 元は、 これだったんですけども、えー、何かを間違えて、えー、こんな感じになっちゃいました。まあね、せっかくね、まあこちらね、結構細かくね、頑張って、あの、データを作ったので、ここもね、ちゃんとあの合わせられるようにね、作りましたので、あれかな、ちょっとペーパークラフト、あとはこの下のね、台座があればいけるんで、ペーパークラフトでも作ってみましょうかね。 えーてなわけで、えー、次回もお楽しみに。